で怖やだやば企画っすねマジで。どうしようかな。山やん。やば、建物ないやん。そんなことあんの。すいません、早期そばから失礼します。きたやっと、こんなとこで足止め食らう。やっと仕組みが分かったぞ、このゲームの。迷子のバディーズメンバー探しています。 in 沖縄。何も知らされないまま沖縄に集められたバディーズの9人。ねえ、ほんとやだ、ほんとやだ、俺こういうの。もうほんと最悪だよ、最悪だよ、バディーズ。もうねえ、丁寧にやって、丁寧にやって。うわぁ、うわぁ、うわぁ、マジで、ちょっと違う。ちょ、もうマジで怖い。おかしい、おかしいしょ。なんで何も知らされずに呼び出されたモーリーとセイヤとユーマ。彼らには今回の企画を理解してもらうため指令書が手渡される。バディーズのみんなへ、結成して今まで辛い時も悲しい時もがむしゃらに走り続けてきた君たち、日々成長し大きなステージへ進んでいく姿を見ると目頭が熱くなる思いです、しかしバディーズがさらなるステージへ進んでいくために、そして幕張メッセでの単独ライブを成功させるために君たちに必要なものの、それは今以上に強く熱い絆だ。なるほどね。というわけで皆さんにはこれからゲームをしてもらいます、ルールは簡単。今日の日が沈むまでに全員が集まること。ロケバスは自由に使ってもらって構わない。そして現在沖縄のさまざまな場所に散らばっているメンバーの写真とスマホを君たちに送っていくので活用してくれたまえ。この試練を乗り越えた時、バディーズはさらに強い絆で結ばれていることだろう。健闘を祈る。ここで企画の説明をしよう。沖縄に突然呼び出されたバディーズ9人。その中からフミノリ、ショウ、ハルキ、シュート、フミヤ、タクヤ、無作為に選ばれたこの6人を迷子メンバーとして沖縄の各地に配置。モーリー、セイヤ、ユーマの3人が捜索チームとなり、沖縄全土に散らばった迷子メンバーを見つけ出し、9人集合できればゲームクリアとなる。タイムリミットは日没。もしも全員集まれない場合は、万が一集まれなかった場合は罰ゲームとして事務所のある恵比寿からライブ会場の幕張メッセまで自転車で全員で行ってもらいます。恵比寿からおよそ 40km ある幕張メッセの会場まで全員自転車で移動するという罰ゲームが待ち構えている。これマジか、やばない、これマジな。3人には創作グッズとして LINE だけが使えるスマホが支給される。3つの ID が登録されているが誰とつながっているかわからない状態。創作の手がかりとして他のメンバーの写真が提供される。いや、どこ？どこ？みんなだから目隠しして、どこどこ、ヘッドホンして、もうフミヤどこいんの？どこにいんのこれ？山やん。いやマジどうしようかね。一回このラインをさ、謎の相手にメッセージを送ってみるモーリーだが、既読すらつかない状態。誰とつながっているのか、なぜ反応がないのか、全くわからない捜索チーム。待って、じゃあ、はい、写真届いてるじゃんか、はい、これとか分かりやすいんやん。鳥、まあ、シュートとかもらう、海とかさ、タクヤの、タクヤのとこね。だこういうの沖縄の人にもう聞いてって、もう聞きながらしかない。聞いてく、はい、まずは写真を手がかりに現地の人に聞き込みを行うことを決める。人通りがあるところが分かんないもんな。じゃあ何なんだ沖縄の。国際通りとか。国際通りか、国際通りね、有名で。行きますか。行きますか、探すか。移動しながらの捜索拠点としてロケバスが与えられた3人。正午12時、いよいよゲームがスタート。現在
那覇中心部にいる3人は人通りの多い繁華街国際通りへと移動を開始。目隠しをされ連れ去られた6人はゲームスタートと同時に解き放たれていた。どこだよここやばすぎ。やだ。戸惑う彼らにも指令書が渡される。皆さんにはこれからゲームをしてもらう。ルールは簡単。今日の日が沈むまでに全員が集まること。どうやって集まるの。彼らには合流するためのアイテムが渡される。まずは水、そして食料としてサーターアンダギ、さらにスマホと充電器。ちなみに彼らのスマホは つかない。は？これつかないんじゃない？充電切れてるやん。充電がない。きつくねえか？やだやだ俺。ちょっとまず充電しないと。マジで今もう時間もわかんない今。めちゃくちゃ大自然、自然の恵みって感じです。まず携帯を動かさなきゃいけないんだ。うわ、ちょ待って。待って、どこ行かないの。どうしよう。ホテルに帰ればいいのかな。でもホテルに全員いなかったら意味ないっすもんね。行ってみるか。こんなんもう行くしかねえもんな。まずここはどこかも言ってくれないんですもんね。やば企画っすね、マジで。とりあえずここがどこかを突き止めます。